私の名前は木島隆一と言います。車種領域のダイナミックテストの担当になります。自分の操作に対して車が動くその関係がすごく面白く感じます。限界走行だけじゃなくて普通に運転していてもこのふうに車が動く、みんな個性があって動き方がみんな違う。エンジニア的にもどういうところにその要素があるのかっていうのを知るのが本当に面白い。この車はロングホイールベース、ワイドトレッド、そしてリアがマルチリンクになって安定性がより高まっています。旋回性能の向上、これにより一つずつのコーナーで少しずつタイムアップを果たしていて、全体で大きく現行を上回る車両になっています。シュベーデンクロイツという高速コーナーがありますが、200キロぐらいで入るコーナーになります。そこにおいては現行に対して15キロぐらいボトムスピードが上がっています。アーレンベルグに向けての減速では少しナーバスな動きになりがちです。しかし新しいタイプ R はより自信を持ってブレーキを踏め安定して減速できます。メッツゲルスフェルドの先150キロぐらいの中速コーナーになります。ここにおいても安定性が高いことでボトムスピード10キロから15キロぐらい上がっています。ニキラウダコーナー190キロ程度の高速コーナーになります。車体の安定性、空力性能によって旋回スピードを高くできています。カルーセルを抜けたところは路面が荒れていてトラクションがかかりにくいところではあるんですが、そこも新しいタイプ R は路面をしっかり捉えて加速することができます。ホーヤーハットから先ブルンシェンまではリズミカルな区間になります。ここは新しいタイプ R は回答性の良さや正確なハンドリングによってタイムアップを果たしています。フランツガルデンから先の高速セクションにおいては車体の安定性、空力特性によって安定した形でコーナーを抜けていくことができます。ロッティンガホーフからティアガルテンまでは最後のストレート。新しいタイプ R は先代よりも先行して走ります。史上最高のタイプ R にするためにできることは全てやりました。車は正直でドライバーに素直に返事を返してくれます。だから車は素晴らしい。物心がついた頃からずっと車が好きでした。タイプ R の行く先を体現したいと、ドライバーが絶対の自信を持って操れるっていう操縦感覚と、あとはどこまでも走り続けていたいというふうに思えるタイプ R を目指しました。ニュルブルクリンクは非常に長い、いろんな路面からの入力だとかアップダウンや感とかが変化して、車のウィークポイントを暴露する上で非常に効率的なフィールドだと考えています。究極のサーキットですね。普通の車の開発に傾ける思い以上の思いっていうのがこのタイプ R の開発メンバーからにじみ出てるんですよね。今回はこの新しいタイプ R の開発が終了してこれから発売するわけですけれど、その発売前に我々が FF 最速である証明を果たしに来ました。グリーンヒル地獄でもありますけど、いい車を作る上では
天国でもあるのかなと思います。そういうタイプ R を完成できたと思っています。